ただ銀銅山1、ただ銀銅山は、旧節国、現在の兵庫県川西市、稲川町及び大阪府池田市の広範囲にわたり、行動が開け掘りされてきた銀山の鉱山遺跡である。2015年10月7日、ただ銀銅山遺跡として、国の史跡に指定された。主な鉱石は、王道鉱、武智道鉱、片円鉱、輝き銀鉱及び自然銀であり、 鉱脈の成員は、熱水交渉である。ただ銀道山は、大阪平野中心部から、北約20キロメートルの中国山地南東、北雪の山並みに広がる十数キロメートル四方に、及ぶ鉱脈の総称で、漢分年間に、本格的な採行が開始されてから、昭和48年の閉山までの間、採掘の場所や規模及び主体者を変えながらも、 ほぼ継続的に、銀、銅の採掘が行われた。伝承によると、東大寺の大仏造営に伴い銅を献上した、ことが、斎銅の始まりとするが、資料上の所見は、身武家文書に見える長略元年頃の、野瀬斎銅書設置の記事である。斎銅書は、現在の野瀬町域に所在したと考えられており、当初は、摂津国の国画から両物を支給され、 在京住民を雇用して、再興を行っていた。公安2年からは、付近の高齢や、省縁の農民を、よりうど、使い人に編成して労働力として確保し、再興する体制を取ったことにより、斎道所が、周辺村落に対する、支配権を有するようになったことが知られる。斎道所は、下級官人の小家屋騎士が世襲したが、南北朝の動乱時に、 守護や多大御家人であるのせし、塩川氏らの侵略を受け、天正5年に解体された。天正年間には、現在の稲川町域において、豊臣秀吉が、鉱山開発に当たったと伝えられている。中世の鉱山経営への実態と変遷が判明する、稀有な事例である。万治3年に大口漢方で銀の含有率の高い、良好な鉱脈が発見されたことにより、 本格的な鉱山経営が開始される。漢文元年には、幕府の名を山となり、銀山町が置かれ、大漢書と四つの口型番書が付信されるとともに、周辺74村を銀山付村として、幕府の直轄とした。漢文4年には、銀3600巻目、同75万金を算出し、吹き屋の数は76件。 銀山三千軒と言われるほどの賑わいを見せた。しかし、その後は多量の湧水により再行が困難になったこともあり、産出量が減少し続け、天那二年には直山から受け山になり、大干所も採掘の許可と運上金の徴収などを行う役所に変わり、口方番所も廃止された。それ以降は、村民により小規模な再行が行われるようになるが、 村民らは、大阪の有力商人との結びつきを深め、その援助を受けながら、江戸時代を通じて、主に銅を再興するようになる。なお、大干書は、明治2年に廃止されるまで、多だ銀銅山と銀山付村を支配した。江戸時代の多だ銀銅山は、大阪や京都などの大都市に近接する鉱山として、最先端の技術が用いられていたことも知られ、寛永頃には、 南蛮武器が取り入れられていたこと、陸の銀山に精錬技術を伝えたこと、大阪へは、素銅ではなく抜け銀された銅を出荷していたことが分かっている。また、18世紀前半以前に成立したとされる、摂州忠銀銅山、白石武器律次第荒像には、最高から精錬に至るまでの諸皇帝が詳細に描かれている。この他にも、最盛期である、 漢文年間に描かれたと考えられる、銀山町漢歩絵図や、作内銀山町御用地略絵図などの複数の絵図が残されており、これらから、銀山地区の漢歩や、諸施設の配置と構成が判明している。稲川町教育委員会は、江戸時代の多田銀銅山の中心である、銀山地区を対象として、平成12年度から大寒所跡をはじめとする。 主要施設の発掘調査及び、干拓群などの詳細分布調査、資料調査等を行った。大観渉跡は、銀山地区の南部、銀山川の南西岸に位置する。明治6年の、元鉱山五役所を払い下げが岩には、建物の配置が国名に記されている。発掘調査では、明治6年の絵図に見える、建物跡が検出されており、周辺には絵図に見える。 考察状跡や、稲荷舎のものと考えられる土壇が良好な状態で、残っている。板書は4箇所あり、そのうち大阪口板書跡には、霧戸市場の道と、石垣、5箇所の平坦面が残っており、発掘調査では、建物の基礎固めと考えられる森土以降、木戸跡と考えられる柱穴などが検出された。出土遺物は、世紀後半のものであり、 口片番書の存続時期と合致している。漢方群は14地点で確認されている。標単漢方群、台所漢方群は、銀山地区の北側に位置する。路頭掘り、追掘り、横章の行動、縦行といった多様な再行跡が確認でき、長期間にわたって再行が行われていたことがわかる。また、大金漢方群の行動全面で行った。 発掘調査では、先行に用いられた、闘争と考えられる、長辺約90センチメートル、短辺70センチメートルの疑惑を検出した。明治時代のものと考えられ、最高から先行までの作業工程は、行道周辺で行われていたことが分かった。焼けようや、吹きやなどの精錬関係の移行は、主に銀山川に面した、本町付近で認められる。 桜井銀山町御用地略絵図には、吹き屋と見られる建物と対岸に、焼けようが描かれており、絵図が示す場所には、江戸から明治時代のものと考えられる2基の焼けようが良好な状態で残っている。焼けよう1は、東西2メートル以上、南北6.7メートルにわたって、石積みが残っており、少なくとも3年の窯からなっている。窯の背面にはそれぞれ、煙出しがつく。 石積みの内側では、ひめした、すさまじりの粘土層が確認されたことから、本来は窯壁を持っていたことがわかる。また、釜の周辺では、多数の三河が認められることから、河原吹きの大屋の存在が想定される。この対岸には、江戸末期から明治初期に建てられたと考えられる吹き屋が、昭和前期まであったことが知られるとともに、厚さ1.5メートルにも及ぶ。 スラグ層が確認できる。また、銀山川の川床は平滑に削られており、川床の岩盤に円形や方形のピットが掘り込まれている。これらのピットは、橋脚や遺跡に伴うものと考えられ、遺跡は精錬の工程で用いる水を確保する目的で河川の水位を上げるために設置された可能性が考えられている。このように、多だ銀銅山遺跡は、 平安時代末期から再興が行われているだけでなく、その経営のあり方と変遷が、資料から確認できる数少ない遺跡である。また、大阪などの都市に近接する鉱山として、最先端の精錬技術が採用されており、その技術は、陸の銀山をはじめとする各地の鉱山にも影響を与えている。さらに、江戸時代における鉱山の管理及び生産にかかる。 遺構が良好に残るとともに、豊富な資料や遺構から江戸から明治時代に至るまでの鉱山のあり方や産業技術史を考える上でも重要である。天平時代より銅山として開発され、この時の上京漢方から産出した銅は、東大寺の大仏鋳造用に使用されたと言われるが、記録に乏しい。奈良時代に、校長十二線の中選材料を供給した銅山の、 記録があるが、機内にもかかわらず、ここに、ただ鉱山が登場していないことから、この時代の産出は疑わしい。平安時代に、源の三中が、正そうに、館やただ院を設けて開発したとも伝えられる。賛同の確実な記録は、鎌倉時代の長略元年、の瀬斎道書が設けられた時期まで降る。天正年間に入り、 銀を算出するようになり豊臣秀吉の直轄量となった。ただし、慶長3年の豊臣氏への運上校は銀476枚であり、育野銀山の62,267枚には比べるべくもない量であった。このため関ヶ原の戦い以降も徳川家康は岩見銀山を呼び、育野銀山のように天領としなかったと言われる。これは秀吉が、 地下奥深くの鉱脈を引得し、将来の蓄財に備えたためであるとする、いわゆる埋蔵金説が存在するが、確証できる資料は存在しない。しかし、漢文年間に銀を呼び、銅の産出が急増するに至り銀山に、大漢書が置かれ、銀山村が形成され、天領となり、幕府の支配が強化された。漢文年間諸島には年間の産出口が、銀千五百巻。 同七十万金に達したという。これより、前の官営年間より南蛮武器による清錬が行われ、行動より、配付金銀が採取され、抜け銀された制度は、大阪道吹屋へ送られ、長崎御用道とされた。その後、産出口は、次第に減少し、法営年間には、年間同十四万金前後、聖徳年間には、年六万金前後となった。 天保11年、高月藩の預かり所となり、天保14年に大阪大藩所の支配となったが、高下元年、再び高月藩の預かり所となった。明治時代に入り、三菱が加業し、明治28年、島根県津和野の実業家、堀藤十郎霊礼作りが、先代の堀藤十郎ともの生名義で、ただ鉱山という名称で、採掘特許を得た。 明治40年秋に始まった銀、銅の価格暴落によって明治41年に鉱山は休業した。昭和19年には日本工業が買収し創業を続けたが昭和48年に閉山した。平成19年4月にはただ銀銅山有給の館が開館しただ銀銅山の歴史を紹介している。明治時代に建設された 堀家製錬所跡に、平成25年、多目的ゾーンと移行展示ゾーンからなる、悠久広場が整備された。このほか、公道内を体験できる館舗、青木館舗や大館所跡などが残されている。平成27年に、国の史跡に指定されたことを受け、平成30年に、史跡多田堂銀山保存活用計画が、稲川町により策定された。ありがとうございます。